薬剤耐性菌が体の中で増え続けると命を落としてしまう危険があります。週刊健康マガジン、今夜のテーマは薬剤耐性菌を増やさない。長崎大学病院の柳原先生にお話を伺います。近年、抗起炎が効かない薬剤耐性菌が世界中で増えています。2013年の薬剤耐性菌による死亡者数は低く見積もって70万人とされています。また何も対策を講じない場合、2050年には世界で1000万人の死亡が想定され、がんによる死亡者数を超えると言われています。薬剤耐性菌が増えると、これまでは適切に治療すれば回復できた感染症が重症化しやすくなり、死亡に至る危険性が高まります。そのため、日本の薬剤耐性対策アクションプランでは、薬剤耐性菌の発生を遅らせ拡大を防ぐために、2016年からの5年間で取り組むこととして、普及啓発、動向調査監視、感染予防管理、抗微生物剤の適正使用、研究開発創薬、国際協力の6つを挙げています。特に普及啓発と抗微生物剤の適正使用においては皆さんの協力が必要です。インフルエンザや風邪のほとんどはウイルスによって発症しますが、ウイルスには抗菌薬、抗生物質は効きません。また症状が治まったからといって、処方された抗菌薬の服用を途中でやめたり量を減らすと、薬剤耐性菌が起こりやすくなります。処方された薬は指示の通りに服用しましょう。さらに感染症の予防も大切です。細菌の多くは手に付着して感染するため、手洗いは日々の生活でできる極めて有効な対策です。マスクやうがいも感染防止に役立ちます。またワクチンの接種で予防できる感染症も多くあります。薬剤耐性菌の増加は世界的にも深刻な問題です。普段の生活でできることから始めてみましょう。週刊健康マガジン、次回は COPD を知っていますか？をお送りします。